それではまずセクション6の概要から解説していきたいと思います。前回は機械学習のセクションでしたね。学習可能なニューラルネットワークのコードを書いていきました。今回はセクション6ということで、機械学習ライブラリの活用方法について学んでいきたいと思います。それでは今回の内容です。まずはセクション6の概要から始めていきます。 その上で今回使用する機械学習ライブラリ、え、s y c h i c l の概要について解説していきます。サイキットランの中の今回使う機械学習アルゴリズムについて解説した上で、それの導入について少しずつコードを書きながら学んでいきたいと思います。そして次は手書き文字の認識ですね。手書き文字、今回はシンプルな手書きの数字を使います。 その数字を何て書いてあるか読むことのできる機械学習のモデルを構築していくということをサーキットランを使って行っていきます。さらに株価の予測を行います。今回使うのはフェイクのデータですが、その株価が次の日上昇するかあるいは下降するか、機械学習を使って予測するということを行っていきたいと思います。いつも通り最後には演習と失業音があります。といった流れですね。 はい。それではここで本日使用する教材を紹介したいと思います。セクション6の教材はこちらになります。まずはサイキットラーの導入ということで、SK ーラーイントロダクションですね。このようなノートブックになっており、こちらのボタンをクリックすると Google コラボラトリーを開くことができます。 次のノートブックが、ディジットリコグニションですね。手書き文字の認識になります。あとは、ストックプレディクションで、株価の予測ですね。ここでは、株価データとして、こちらのストックプライス .txt を使います。あとは、最後に演習がありますが、そこではこちらのエクササイズ .ipynb ファイルを使います。本日使用する教材は、こういったところですね。 そして本講座なのですが、ハッシュタグがあります。シャープライブ人工知能になりますので、ぜひ SNS などでの拡散の方よろしくお願いいたします。はい、それではここで前回の演習の回答について解説していきます。前回はセクション5でしたね。セクション5のエクササイズのノートブックを開きます。 ノートブックが開きました。セクション5の演習は、中間層のニューロン数を一つ増やして、これに伴い必要となるコードを訓練用のメソッドに追記するということでした。こちらのコードの中間層ですね。中間層のニューロンを一つ増やすという課題でした。このイニットメソッドと順電波のメソッドは、すでに中間層のニューロン数が一つ増えているんですね。これですね。 しかしながら逆電波のトレインのメソッドがそれに対応していません。トレインメソッドの中にコードを追記しましょうという課題でした。それでは回答例を解説していきます。こちらですね。ニューラルネットワーククラスの中のトレインメソッド、ここになります。中間層のニューロン数が一つ増えますので、中間層の出力も一つ増えるんですね。 こちらがアウトプット M2 になります。3番目の中間層の出力をこれに入れていますね。あと、これに伴いデルタの数も1つ増えます。ユーロン1つにつき1つのデルタが必要でしたね。今回増えたデルタはこちらになります。デルタ M2 ですね。デルタの計算式については前回解説しました。あと、パラメータの更新ですね。 重みの数も増えますので、更新するパラメータの数もこれに伴い増えていきます。これは中間層と出力層をつなぐところの重みですね。要は出力層への入力にかける重みになります。中間層のニューロンの数が一つ増えますので、ここも一つ増えることになります。あとはこちらですね。入力層と中間層の間の重みですね。今回増えたのはこちらになります。 入力の数は変わらないのですが、中間層の数が一つ増えましたので、デルタ M2 に対応する重みの更新がここで必要になってくるんですね。あとはバイアスの数も一つ増えます。一つのニューロンにつき一つのバイアスがありますので、バイアスの更新ももう一回余計に行わないといけないんですね。それがこちらになります。このようなコードで中間層のニューロンが一つ増えても、重みの更新、バイアスの更新が可能になります。 それではコードを実行してみましょう。あとはニューラルネットワークのインスタンスを生成してグラフ表示用の関数ですね。グラフが表示されるかと思います。結果が出ましたね。こちらの通りです。最初はこのようなパターンで分類されていますね。 セトーサとバージカラーが結構バラバラに分類されているんですが、学習が進むとともに、元のデータの通りに分類されるようになってきますね。64エポック学習した結果、オリジナルのデータと同じ分類になりました。機械学習によって正しく分類ができるようになったことがわかるかと思います。 セクション5の演習の解説に関しては以上になります。